大きい。もっと大きな声ではっきりと感情を込めて。お兄ちゃんの熱くて大きいわって、私のやつ全然ついて、お兄ちゃんのミルク私の中にいっぱいドッて。え？誰だ？女たちに酒飲ましたのは！足りん！酒が足りんぞ！いや、目が回る。ウェジ、シグリ。ねえねえ、ジュビア、遊ぼうよ。楽しい！シャルルまで。あ、あ？ルシン！わあ、夏が二人もいるわけないじゃん。まさにカオス。 A few moments later。 お前はそんなキャラじゃねえ。怒られちゃった。え、夏に怒られちゃった。卵食べて欲しかったな。卵ゴロゴロってして。ゴロゴロ、ゴロゴロって。にゃー！うわー！だー！これはフェアリーテイル存亡の危機だ！男ども集まれ！作戦会議だ！だー！相変わらずいい兄弟ね。それだけくっちゃねしてたら太っちゃうんじゃないか？私、いくら食べても体重増えないんだ。そんなはないでしょ！麦ちゃんまで。ところで麦、何キロ太った？キロ、私はキロ。ユイ、とりあえず謝っとけ。ちゃんと用意したつもりだけど。理事長ですよね。しかし、この学校の3年生、生徒兼理事長、カレー球団みたいなものね。例えがよくわからない。わからないの？わからないに決まってます。生徒会長？ダイヤ久しぶり。ずいぶん大きくなって。触らないでいただけます？胸は相変わらずね。やかましいですわ。いつじゃようか。しのぶに、あやよ。あやや、一文字多いわ。あやよ。次あなた。危ないけどこの勝負負けるわけにはいかない。ちょっとかすった。じゃあさ、次はコンパスでやろうよ。どう、何言い出してるの。なんというスピード。バイビー、私の指。早い！いや、待て！全然指から離れて！チロー、戻ったぞー。ま、おかえり、セイバー。
遅かったね。ええ、ちょっと所用が。ご飯、できてるよ。あ、それともお風呂が先？しろ。なんだい？お誕生日、おめでとうございます。セイバー、覚えていてくれたんだ。シロは私のマスターですから。圧力鍋。先日テレビで見た最新型です。ありがとう。私にはこの時代の殿方が喜びそうなものが分かりません。ああ嬉しいよセイバー。それで美味しい料理をたくさん作ってください。ヒロジロ、ハーフ、金髪、ツインテール、しかも兄さん。豊ヶ崎学園美術部エース沢村スペンサー、エリー、アクル、エゴイスティックリリー、柏木エリだから学校内でその名前を出したって言ってるんですか。やってくれるだろう。やってくれるよな、エリリー。やるかバカ。エリリー、タモ君。わー、どうかしら。そんな時代で好きで夢のない約束なんかするか。そんなに可愛い子だった。ご注文はお決まりですか。当然、ラーメン半チャーハン。俺ホイコーロお客様はとてもお金持ちですね。俺のことバカにしてんの。はい、それとアンズちゃん、母さんは言ったけど、知ってる人には普通にしても構わないよ。じゃあ、あいつは神様的な感じじゃなくてただの人ですか。ねえ、バカにしてんの。なんと1500円になります。うん、すぐにわかると思うけど大したことないからね。この子どうしたんすかね。大量の金見て固まってやがる。どうして名前で呼んでくれないの。なんだよいきなり。名前で呼ぶ。真白って呼んでって言ったの。知らない人が聞いて俺たちの関係は足回り困るだろ。あ、それは二人の時は呼んで。今は二人じゃないから。どういうことなの。死なさと怪しまれる関係なの。まで落ち着け。見ろ、早速誤解だって。やめて。眠いのよ。昨夜空とが寝かせてくれなかったから。いや、だから誤解したんだ。空と下手なのに何でもするから。ちょっと黙ってろって。黙りなさい。俺。朝までしたから体が痛いわ。あなた。違う、ゲーム。朝までゲームやってたんだよ。初めてのくせにこいつ無理強くって。起きろ、誰も起きてくれ。辛いと俺が死ぬ。言っておきますが、今後私の許可なくその馬車には立ち入らないように。キリトの安全を確保するのは私の責務ですから。あなたこそ私のキリト君を呼び捨てにするのやめなさいよね。何か言いましたか。いいえ、何も。来ると思ったわ。取引よ。キリトには会わせてあげる。私が知る限りのことも教える。だからあなたも、あなたが知っているキリトに関する全てを私に教えなさい。いいでしょう。でもすごく長くなるわよ。一晩じゃ終わらないかも。あなたがキリトと一緒にいた期間は、相棒として戦ったのが2年間。その後お付き合いが1年半。その間に2週間一緒に暮らしてたわ。私は肩を並べて戦ったのが丸一晩。その後一つ屋根の下で半年間付きっきりで世話をしたわ。うん、そう。
し下かきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴーゾロップで